どうも、こんばんは、エヌメです。今回は東京グルリ、インボーク、ジャック2、学生、学生狩りじゃねえ、グール狩りの学生ということで、ジャック2番目のイベントが来たのでやっていきたいと思います。前回みたいにね、前置きのストーリーを、ふざけて読んだりはしませんよ。ちょっと頭のおかしい人だとね、思われたくないので、はい。いっか。おっと、危ない。オートになってた。まあね、A はずっと、いつもの、ね、ようにね、オートで回してたんですけども、まあ、S になると突如難しくなるゲームですので、気をつけてね、やっていきたいと思います。まあ、今回、アキラ連れてきてるし、勝てるのかな。おお、なんだ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 。お前、笛口1だけがよ、お前。見えてたぞ。どこにカメラ向けてんだ。最後はね、チェキチェキくんなんでね。これ、重蔵のスキル使いたくねえけど、使うか。使って、アキラも貯めとくか、じゃあね。ああ、アキラも貯めときましょう。私がやろう。ここで一回、アリマのスキル使っとくか。あ、やべ、これ殺しちゃった、もしかして。まだだよね。うわぁ、マジンゴ、これ殺しちゃったのか。こっち殺そう。んで、次アリマと交代させて重蔵のスキルを貯めつつチェキチェキに入っていく。オッケー。チェキチェキ S になって強えのかなこいつ。カグネがさ妙にリアルすぎて気持ち悪いんだけど、なんか中で動いてんだけど、ナメクジかな。すげえ気持ち悪い。重蔵打って打って、あ、ピヨンねえな。まあいいや、とりあえず先こっち使っときゃよかった。いいよ。どうかな。どうかな。あー、重蔵のスキル次に取っとくか。いや、ダメだ。アニマじゃ全然ブレイクできねえ。あ、そうか。なるほど、なるほど、わかりましたね。これまたあれがついてんのね。あ、全然読んでなかった。何がついてんのかちょっと見よう。3万アップ。ブレイカーに対してダメージ200。ブレイカー重蔵しかいねえから。あ、いかん。やばい、アキラもいるわ。ダメージ 50% カットが3番目に来てる。なるほど。ちょっとこれ次まで残しとくか、アリマのスキル。ね。ブレイカーに対して、やべえ、ブレイカー、うー、やば、強っ！これやばいな。どっちか下げとかないと、ちょっとこれまずいっすね。あ、でも、あいつ混乱しねえのかな。混乱してくれないとちょっときついんだけど。まあいいや、ブレイカーに対して200を削る。あ、これ絶対さ、あのさ、早く削った方がいいよね、あれね。もうここ今用なしなんだよね、結局のところ。まあ、1人下げたいから重蔵下げとこう。私がやる。あ、ブレイカー下げなくてもいいのか、無理に。あれやったしな。で、なんだっけ、何これ、クリティカル出すぎじゃん。あ、クリティカルアップしてんのか。チェキチェキチェキ、やば、出血した。うわ、出血してんのか。出血直すやつなんかいたな。誕生日とかだっけ、出血直してくれんの。アキラ打って重蔵。これ窓さんで一回殴ったらやばいかな。あいつのクリティカルが発生してるのだるいな。ほら、あ、スキルがスキップになってんのか。それもダルシだから、ちょっとスキルぐらい見せようかな。速度優先になって描画にしよう。これ描画速度でそんな変わんねえからな。充電は相変わらず減るんだよな。俺の携帯だけだろうか。結構ピンチなんだよね。かっこいいね、やっぱこのスキル。このくる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 、ああ、そう、このくるくるって回すのがかっこいいんだよな。ほら、そんな減らないつか、全然減らねえ。アドサンドバフまだかかってっから全部潰したんだけどな。
あいつ妙に高いぞ防御力。やっぱこれ誕生日とか連れてきたいな。耐久するあれ好きだからさ、パーチー。正義の打って出して私がやろう。見えた。あーピヨンねえな、やっぱり。で打ってバフかかってる状態でこれ何歩ぐらいさ出んのこいつの火力は。300と300でしょこいつ。あー11万しか出ねえのかよ。まあちまちま削っていきますか。その前俺の命が尽きるか、俺が削りきる。あでも重蔵の出血がだいぶ効いてんなあいつ。あ痛えだろ重蔵の出血。あいつかなり痛いはずだぞ。ほらスキブスキブ。雪村の間合いだ。23万。重蔵の出血とさ針なんだよな、入るダメージが。あー結構針なんだよな。さっき19万入ってたから重蔵の出血が。あやべ、チェキチェキのスキルだ。何これ。あー永久に。おい永久にってふざけんねんお前。永久にはさすがにまずくないか。永久にってこれ毎ターン毎ターンブレイクさせられちゃうな。それはダルダルのダルシやぞ。とりあえず次に行こう。え、あいつブレイク性能が上がったんじゃなくてブレイクされにくくなったとかそういうの違うよね。使ってでここでアリマのスキルをもう一回打ちたいな。スキブを使いつつ私がやろう。たまれ。うーんたまんないか。他の打つ間たまるんじゃね。さてはこれ意味ねえな。意味ねえな。意味なく連れてきちゃったなこれ。シャキーン。よしいけるぞこれ。まあ、あいつが次変なスキルとか使ってこなかったらの話だけどね。使ってこられたらだるいな。よいしょよいしょ。なんかピンチです。オッケー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 。まあ、次の次ぐらいでとどめさせるんじゃないだろうか。あのなめくじかぐね。この音は何なんだ。あんな音してたっけアニメで。何これ。うわー流血と 50% ダメージでしょぼっと思ったけど流血確定流血か。それちょっとまずいな。打って5万。どうしようかな。あいつ流血させてえな。あいつ流血させてえな。援護する。これアリマ出したの間違いかな。自ら敗北ルートを作っていったかもしれないこれ。やべ、あーやっぱ結構食らうな。5000ぐらい食らったか今。おっとこれあいつがまたなんか変なスキル使ってきてさ一人出血させられたらピンチだぞ。おっと危ない。チョキ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 。いやーまずいね。まずいねこれは。アキラ重蔵あぶねえ。重蔵でブレイクしてたらこれワンチャン負けあったな。これどうせスキブたまっからここにかける。私がやろう私がやろう。チュキ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 。頼む落としきってくれ。落としきれ有馬。雪村の間合いだ。チュキー。落ちねえか落ちねえか。
あークリティカル2回、いやーこれ結構ギリギリの戦いだな。あ、まずいぞまずいぞ、やめろやめてくれ、チェキチェキやめてくれ。勝てるのかこれ、微妙なラインだけど。重蔵でまずどんだけ入るかやってみようか。はいはい、あ重蔵で落としたのか。で次の動画は何です？まあ今の有馬のスキル貯めれたら普通にあれだな、勝ったな。オッケーギリギリだけどいいや、これぐらいがちょうどいいんだよ S なんてよ。というわけでお疲れ様でした。また次の実況動画でお会いしましょう。最後に報酬だけ見てね。あいつちょっとどんな感じのあれなんか知らねえから、確定出家、うわあ、なるほどあいつの正体は黒崎一護だったのか。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。